もうめっちゃ敵いる。敵がいますね。はい。ブレインフィールドというね、海抜群の切り札のシステムがあるんですよ。それを発動した時に音楽がですね、この衣装を着てるとドリームインドライブに変わるんですよね。これよく聞いてくださいね。ドリームインドライブが流れてるんですよ。めちゃくちゃかっこいいですよ。すごい。かっこいい。そうなんです。この衣装を着てると流れる。はい、この衣装着てこの衣装着てると流れる。フィールド発動すると流れる。着なきゃ。着なきゃ。本当にここで鳴らすように作ってくれたんじゃないかと思うぐらいなんかぴったりあって、はい、すごくかっこいいです、ね、はい、という感じですね。はい、そういった形で早期購入特典ご用意しておりますので、はいはい、皆さんぜひチェックしてみてぜひこの特典をつけて、ね、遊んでほしいです。はい、はい、おあなんか何かクラクラしてる、ね、脳に負荷がかかる限界これ戦いにくくなりますね。もうやっと倒した。こうなっちゃうの。はい、こんな感じです。こうなるんだ。へえ。はい、ということで、うん、今いろいろなコスチューム衣装が出てきましたけれども、えのきさん瀬戸さん、はい、気になったコスチュームとかあったりしますか。いやでも最後のやっぱ特殊装束はやっぱりそんな戦闘中の楽曲まで変わっちゃうので、ね、めちゃめちゃレアじゃないですか。うん、はい。まあ、今重ねが攻撃してますけども、まあ、ここの時に今一瞬こう自然に変わって、はいね、はい、仲間からの呼びかけでその仲間の姿になって追撃しますね、うん、今出ていたのが自然くんで今度は花火ですね。ドーンと追撃します。はい、攻撃だけじゃなくてね、防御も助けてくれます。プロテクトビジョンといって攻撃をね、あの仲間がビジョンの姿になって防いでくれます。はい、そしてこれはコンビネーションビジョンと呼ばれる技ですね。サスのゲージを使ってですね、攻撃の中に各キャラクターのビジョンになって技を出すことができますね。攻撃の中に自由に組み込むことができるので、こういうようにね、プレイヤーが自由にコンボを組み立てることもできます。はい、組み合わせるとね、すごくかっこよく戦えるので、ぜひいろいろ試してほしいです。本当にね、他のキャラクター、まあ、操作するのは1人キャラクターなんですけど、もう他のキャラクターと一緒にこう戦っている感じっていうのが意識して作られているので、まあ、自分の皆さんのね、好きなコンボとか見つけて戦ってもらえればなと思います。能力となってます。あとです、こんな風にですね、ドラム缶を投げてですね、オイルまみれにしたところをその火で攻撃するなんてことがあると、まあ、相手を炎上させることができて倒しやすくなるってことになりますね。こんな風に一部アクションが変わるものとなっております。はい、こちらですね、放電ですね、シデン君の超能力ですね。攻撃にスパークが発生するようになってですね、飛んでいる敵にも当たりやすくなりますね。飛んでいる敵見かけたら放電で攻撃すると間違いないかなと思います。はい、全体的に重ねはですね、空中戦が得意になってますね。はい。はい、あとその刺さっているケーブルが赤いですね、はい、これがスカーレットガーディアンと呼ばれるイベントになってます。はい、はい、会の中にこんな風にね、姿をくらます敵もいます。くらまされるとロックオンできなくなって戦いづらいんですけど、そういう時は投資ですね、つぐみの超能力投資を使うとその敵の場所を見抜いて攻撃することができます。はい、続いてどんどんいきます。はい、攻撃がですね、当たらないですね。その燃力飛ばしてても当たらない。はい、こういう時はですね、嵐の超能力超高速使うと攻撃を当てることができます。はい、状況とか回に合わせてその使う超能力を使い分けるところがその大きな特徴となっております。はい、うん、ありがとうございます。こういろんな超能力が高い。エヌクさんにはですね、はい、ちょっとバトルの方ちょっとチャレンジ楽しみいただこうかなと思います。はい、はい、ぜひ何か意気込みあれば。意気込みですか。はい、いやでも、はい、なんでしょう、コンビネーション見せたいですよね。おお、仲間やっぱチームプレーが大事って言ってましたから、うん、さっきから、はいはい、その辺のコンビプレーを出せたら出したい。おお、楽しみですね。ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、さあそれでは榎木さんのゲームプレイに行ってみたいと思います、はい、お願いします。弱い敵がいいなあ、今度はユイトですね。そうですね、はい、あ、動いた、走った、はい、これ榎木さんにですね、ちょっとイエーイ。そうです、この上にね、行くとね、
はい、強敵がいるんですけど操作大丈夫ですかね。操作はい、この、はい、あこれで攻撃ですね。で攻撃で、はいはい、そうです、はい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 、刺す発動しておきます。はい、あこれで打ちながら、あこれね、あ、ね、あ今飛んでった、連撃です。あ飛んでった、そうです、死にくいけど遥か彼方に連撃ですね。おお、はいはい、刺す使ってみます。あの R 押しながら、はい、これだ、はい、あ花火の能力、花火の超能力、はい、使えますね、はい、ほら今花火がセーブタイン、あーあーあショップですね、はい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 、あこうやってね、すごい、はい、ケーブルのね、あの色がどんどんね黒ずんでいくんですけど、それがあの残り時間となってたりもします、はいはいはい、右下のあのUI の残り時間ともリンクしてるんですけど、はい、はい、そうなってますね。でこれ取っといた方がいいですか。そうですね、一回その解除してもらってますか。同じボタンを押せば、はい、でですね、刺す補給水、あーこれ今ちょっと見えないですけど、補給水を使えるといいんだけど、ちょっとワイプでちょうど見えないですねちょうどアイテムが隠れちゃった、はい、僕の姿で、私たちの元にも刺す補給、あ出た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 、これは方向キーかな、十字キーで、はい、刺す補給、それだこれか、それだ、それを下を押すと下、はい、あのゲ刺すゲージが回復しますね。あ本当だ、はい、あの我々の手元にもあるこの刺す補給水ですね、はいはい、刺す水、はい、刺す水、刺す水が、はい、これじゃあもう満タンになったから、満タンになったんでいけますね。いきますか、はい、この上行っていいんですか。じゃあ上に行ってください。え何強い敵、不具合が起きませんようにそこですな、やめてくれおイベント、ゴール一番乗りはユイト君だな。はい、やったねユイト、あ花火、ああ、あでも一番乗りしたんでしょ。なんか変な音がしないか。えユイトナイスだ、近くに怪異の反応がある。重大怪異、こいつは重大怪異だ、おすすめか。何気に新しいキャラ出てますね、渡る。あ、渡る、そうか。そうですね。消化してなかった。消化してなかった。まだ出てなかったですね。隊長。隊長。隊長。生徒さん。生徒さん。かっこいい。生徒さんをちゃんと紹介するのも実は初めて。初めて？トレーラーではちょっと出てましたけど。え？お。でかっ、何か、 あこの人ちょっと名前知ってる、何だっけ、何ですか、何ですか、ギグーみたいな、ガンガンギグーみたいな、ガンガンギグーみたいな、ちょっとこれ攻撃していけばいいの、ね、強敵です、あ、はい、能力で危ない、避けて立てない、頑張って R で、はい、念力で、ね、同じ、ほら、はい、念力で叩いて、はい、はい、ほらほら、あ上手、あ当たった当たった当たった、念力でね、ガンガン距離を取りながら、はい、どんどん攻撃するとね、念力ゲージが回復するんで、あ、そういうことなんですね、はい、牽制しながらたまに近づいて、ジャンプしてもいいんだ、そうですね、たまに近づいて攻撃して、痛い、ソックで下っていく、念力、念力、あ、念力使えない、あ、今使えない、念力今使えない、叩いてください、叩いてください、叩いてください、え、ちょっと俺下手もしや、使える念力、あ使えた、上手、ナイス、避けれた、ああ、今だ、上上、そうだ、その資材を落とすと、イエーイ、すごい、これでなんか大色まみれになったんで、大色になったから、刺す刺す、ここでこれ使って、はい、燃やせばいいのね、燃やすことで大ダメージ与えることができますね、はい、あ大炎上したよ、そうです、炎上するともうこっちのもんですね、どんどん向こうの体力を削られます、はい、もっと叩いた方がいいんだよねきっとこれ、奥さんうまいっすね、うまい、あよかったよかった、もう投げまくろう。おお、もうガンガンいってますね、左にもまたあるよ、はい、左にもある、あの、つるしてるやつ、あー、危ない危ない危ない、距離がダメ、そうですね、ここはね、上のやつ落としてます、じゃあ誘い込もう、はい、こっちだ、こっちだよ、うわ、三粒も投げるなんて、こっち来いよ、そうですね、あの、敵の体力がね、下がってきたら、あの、攻撃行動パターンとかもちょっと変わるんで、ね、なるほど、はい、この樽落とせるところにいよう、ちょっとやめてよ、この辺なら当たりますかね、そうですね、ちょっと距離取ってると当たらないですね、当たんない、はい、おっ、おお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 おリツイート。おーすごい。倒した。倒した。すごい。倒せました。はい、今日ここまでです。ありがとうございます。ここから先はすごい。倒せた。おめでとうございます。素晴らしい。ちょっと連携プレー。カムバック。はい。
実際にねゲーム画面をこう動いたー、よかった、やった焦った、めちゃくちゃ焦ってた、焦ってた、はい、視点もぐる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 と変えられます。そうですね、この後ろが海抜軍本部ですね、はい、ここが海抜軍本部ですね。そうですね、海抜軍のマークがですね、地面に書かれてます、はい、あ、なんか大きいタワーが、はい、出てきましたね、赤いね、糸がすごく特徴的ですね。ごめん、みんな画面用意したらごめんね電線みたい、ほんとだ、これが糸、糸だ、なんかこれでやってるんですよね、情報とかを、うん、そうですね、これ、はい、この街のインフラの、インフラですね、はい、うん、今ドローン飛んでましたね、ドローン、はい、お、どこだどこだドローン探すといないんだよな、あいつ、そういうもんなんだよ、ね、この街には広い ね、 ね、じゃあここから出てみますか、あ、走り方はこんな感じ、お、はい、芝生だって何のその乗り越えます、いやいや、本当だ、速いね、足速い、なんかでもね、カーソルを少しゆっくりにすると、あ、歩くの、歩ける、いいね、はい、でも気を抜くともう走っちゃう、あ、ガーって、あ、なんか特別なボタンを押さないでいいってことね、走るときに、じゃあ、うん、このカーソルのね、倒すだけで、そうで、ジャンプは絶対 A でしょ、 A？ ほら、おい、いや、よし、このままいけない、危ない、道路危ないよ、なんで近づくと ね、 いいね、こういう風に入っちゃダメっていうビジョンがね、表示されたりします。今はね、あの入れないんですけど、あの、まあ、ゲームの中で怪が襲ってきたシーンなんかをここで戦ったりしますね。いいね、あ、ドローン飛んでますね、あ、いましたね、あ、いたいた、後ろに、はい、あ、逆だ、あ、いた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 、あ、いたいた、あ、いた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 、すごい、すごい飛んでるね、ええ、広いな、どっちに、こっち行ってみていいですか、あ、いいですよ、はい、進みます、その右上のね、赤いところがあの目的地になってるんで、まあ、そこを目指していっていただければ、このマップね、はい、まあ、いろんなビジョンがね、表示されてるのが、うん、あのこの世界の特徴ですね、あ、なんか貼ってあるじゃん、そうですね、あの、これ海抜軍の広報の嵐のポスターですね、細く移動するな、はい、嵐じゃん、嵐の広報なんで、あの、守るっていうポスターね、貼られてますね、ちょっとやっぱ人気なのかな、嵐は、ねえ、やっぱ広報、人気の広報担当、うん、守るって、守る、ジャンプした、ジャンプしてもここにもう一回着地できる才能天才的なバランス感覚を持って、いいですね、可愛いですね、可愛いですね、こうやって観察することも、見て、髪の毛もサラサラ、ふよね、浮くよ、ここ入れるのかな、質感、入れなかった、ここ入れないか、まあ、あの歩道橋の上に登ることとかはできます、登りたい、お、あ、行けた、行けた、ちょ、ちょ、ちょ、逆だ、このそっちだ、あった、おお、うおー、あ、なんだこれ、あ、これ、あの、アイテムですね、はい、あの、まあ、町の至る所に落ちてるので、まあ、拾って、あの、お金落ちてたりとか、アイテム補給したりとか、まあ、素材が落ちてたりとか、いろいろ取れるんだ、中には探索できるんです、ね、あ、髪飾りが、この髪飾りが直美が作ってくれたやつ、そうですね、はい、直美手作りの髪飾りとなってます、あ、ドローン飛んでますね、めっちゃ近近すぎ近すぎ、人もいっぱいいるし、これも話しかけら、こんにちは、そうですね、話しかけられる人と話しかけられない人が、まあ、混ざってます、わあ、痛い痛い、足痛い、わあ、ビリビリしちゃうって、いいですね、あ、え、あ、倒せるんだ、倒せる、はい、直さないと、あ、直した直せるじゃん直した、どうやって直したのか全然わかんない、蹴っ飛ばしてる、どうやって直したのか分からない、直った、直ったよ、じゃあ進みますよ、おお、あ、またいますね、嵐が、そうですね、嵐、本当だ、至る所に貼られてますね、人気者です、すごい、でもフィールド広、うん、ね、探索楽しそう、これは侵入しちゃうよ、いいですね、あ、こういうマークが出て人は話せるんだね、うん、Y、そうですね、はい、Y ね、あ、嵐のオタクでした嵐のオタクでしたね、ポスターのビジョン最高、データが欲しい、どっかないかな、お渋い役作り、はい、独特な髪型してますね、確かにやっぱちょっとニュー歴の人はこういう髪型流行って、そうですね、この世界ではこういうのが流行ってるんですよね、まあ、こういうふうに街の中ではですね、あの、普通に皆さん普通に生活していて、うん、まあ、楽しむべきところは楽しんで生活していっていう、アイテムあるぜ、え、アイテムあるよ、 OK、 OK、 なんで道路に出たがるの、引かれたいの、引かれたいよね、引かれたい、またアイテムをゲットしました、お金じゃない、え、やった、50入手って出てたよ、はい、やった、
どうぜ。このワールドの回転が私逆なんですよね、普段。どうでもいい。それも、はい、オプションで調整はできます。すいません、なんで皆さんに画面酔いを引き起こして申し訳ない。あ、なんか黄色い、はい、黄色い人シーズ待て黄色い人はスメラギリオだ。あ、スメラギリオ、そうですね、これユイトのユイトのね、あの先祖がここで眠ってます。あの神社になっててちょっとした観光スポットになってたりもしますね。やっぱ和風なんですね、この辺はちょっと、うんうん、はい、いいっすね。この奥神社になってるんですけど、まあ、そうですね、カメラ向けていただけると、うんうんうん、カメラ向けていただけると、あ、そうです、こんな風になってます。ドバン、はい、おー、はい、こう今日はちょっと行かないでいただいて、今日は行きたいな、はい、なんかありそう。黄色い人がですね、あの西武とか、お、お店で買い物したりとかできる人ですね。あ、あ、西武、あ、やばい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 、戻し、戻し、どうしよう、どうしよう、どうやって戻るの。はいじゃない、はい、はい、あ、はいじゃないよね、はい、家だよね、家で、家で、家で、あ、B じゃない、B、はい、B だ、B。あ、もう焦った、大丈夫、大丈夫ですか。好奇心旺盛すぎでしょ。嘘だって、そうやってって言われても、え、大丈夫、本当に大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫です、大丈夫、大丈夫、よかった、焦った、もうやだ。あ、そっち行っちゃいけないんじゃない。あ、そうだ、あ、まあ、そこは入らない、行けなくなるんですよ、探索は左からって、はい、探索左、そんなルールある。あ、あ、自転車が、ちょっと誰の自転車、アイテム、あ、ちょ、アイテム、自転車ぶっ倒したアイテム、あ、小回復ゼリー手に入れた。お、何か手に入れましたね、はい、あ、この先は87メートル、あ、で、目的地に着くって感じですかね。そうですね、もうすぐ、いいじゃない。おーおーおお、あ、もう近い。すごいダッシュしてるけど。めっちゃ濃い。